あーなんかさ、最近ちょっとダイヤモンド装備飽きてきちゃったんだよね。なんか新しい装備ないかな。ん、なんかチェストあるな。ちょっと行ってみよう。行け。これは、うわ、ただのネザライト装備。え、なんか新しいネザライト装備なんだけど、今回は新たに追加されたネザライト装備を使ってエンダードラゴンを討伐していく。またゲームモードはハードコアであるため、一度死んだら二度と復活できない。そして今回は特別に最初からネザライト装備が全て揃っている状態からスタート。しかし今回はゾンビ肉以外は食べてはいけない。果たして一度も死なずにエンダードラゴンを倒せるか。と、その前にみんな、チャンネル登録と高評価よろしく。今から5秒以内にチャンネル登録と高評価をしてくれたら、このネザライトエリトラで空を飛びます。あー、やっぱりエリトラで空を飛ぶのはめちゃくちゃ気持ちいい。あれでもちょこっとやってて、あー、みんな、チャンネル登録と高評価ありがとう。それとよかったらコメント欄に今日の動画で面白かった場面を書いていってくれ。はい、じゃあ今日はね、最強のネザライト装備を使ってエッダードラゴンを倒していく。あーでもね、さすがに最初からこんな強い武器持ってたら簡単にクリアできちゃうから、今回は縛り要素としてゾンビ肉以外食べちゃダメ。はい、それじゃあね、サバイバルやってくんだけど、まあ、見ての通りいきなりね、このネザライトアックスとか使えるから木材も簡単に回収できると。いやー、これちょっと簡単すぎたかな。簡単すぎたかもしんない。この時の発言を僕は後々後悔することになる。で、しかも、今回ね、このネザライトエリトラ、これついてるから、若干空飛べるんだよね。まあ、これで、体力ゲージが、できるだけ減らないように工夫していく。ネザライトフィッシングロッド、あとネザライトトライデント、ネザライトクロスボウ、ネザライトボウ。で、あとね、このね、ネザライトシールド、これもあるんだよね。で、一つ気になったのが、このネザライトフィッシングロッド、ネザライトだからさ、いいアイテム釣れたりするのかな？来た！ああ！ああ！俺の火打ち石！よし！さあ、ちょっと石炭回収していこう。で、ネザーに行くためには、バケツが必要だから、鉄をしっかりと回収していくと。つまない！つまない！つまない！さあ、ちょっとやっと洞窟を発見。さあ、タイマツを作って、あー、今さ、ちょっとスケルトンいたな、スケルトン。あー、ちょっとやばいやばいやばい！なにこれ！うわ！ちょっと待って、ちょっと待って、敵ロスに来ちゃった。ちょっとクリーパー利用しよう。つまない！あっぷら！あっぷら！まあさ、レザーライト装備だから、多分死ぬことはないと思うんだけど、体力の減りが早い！つまらない！つまらない！つまらない！ちょっと待って、意外とさ、ダメージ食らっちゃったんだけど。ちょっと待って、意外とさ、ダメージ食らっちゃったんだけど。あ、ゾンビ！ゾンビ君！いや、ゾンビ君会いたかった！つまらない！つまらない！つまらない！よしよしよし、来た来た来た！ゾンビ肉、ゾンビ肉。あ、もう一体来た！あーよし来た！しかも、二つ落とした。ゾンビ肉二つ食べて、いや、嬉しい！ゾンビ肉がめちゃくちゃ嬉しい。つまらない！作業台作って、かまど作って、バライ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 。さあ、鉄完成の、レザーに行くためにバケツ作って、あと火打ち石。さあ、水を回収して、あとは溶岩溜まり。バライバライバライ。まあ、溶岩溜まりは、とりあえず下行ってればいつかは着くでしょう。あったまないバライ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 。意外と余裕の、あ、あった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 溶岩溜まりあった。はい、はい。1、2、1、2の水垂らして、1、2、3、4、5、6、7、8、9。着火！よし！とりあえずネザー。いやー、ちょっとやばいな。これ、ゾンビ肉持ってきてないから、いや、これ死亡確定じゃない？ちょっと、食料どうすんの？あ！そうだそうだ！ゾンビピックマン倒せば、ゾンビ肉手に入る。けど、ちょっと耐久値的に、これ、大丈夫かな？ちょっと怖いけど、やるしかない。さあ、ちょっといっぱい来たね。つまない！ゾンビ肉！ちょっと、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 後ろがない、後ろがない、後ろ。うわー、待って！チビゾンビは無理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 ！ちょっと、あ、やばいやばい！やばいこれ！やばいってこれ！ちょ、つまない！あ、あー！マジで！チビゾンビ、待って！来すぎ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 ！1、3、うわー！ちょっと待って待って待って、やばい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 、地獄絵図。あっぷら！マジで死にかけだ！なんでこのさ、ネザライト装備なのに、こんなひもじい生活をしなきゃいけないの？いや、これちょっと簡単すぎてかな。簡単すぎてかな。6個しか手に入んないの？やばいな。ちょっと、耐久値はひとまず回復できたけど、ちょっと辛すぎる。これもう一回やるしかないな。つまらららららららい！つまらな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 い！え、なんかめっちゃ来た！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 いいよいいよいいよ！めっちゃ来てくれんのありがたい！つまらーい！よし！9個集まった9個！
さあちょっとねエリトラ使ってできる限り体力を温存していきたい。よし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 、まあ危なくなったらすぐどっかに着地する。あれ、あ、レーザー要塞、レーザー要塞見つけた。よし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 、タコ着地大丈夫、着地、あ、ちょっと大丈夫。よし、あっぶれ、あぶれあぶれ、とりあえずネザー要塞なんとか滑り込むことができた。であとジャンプするとめちゃくちゃ体力消費するからできるだけジャンプは使わない。さあブレイズ発見、つまないつまないつまない、よし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 、まずは1個目。いやーちょっとさーマジで耐久値ってか体力の減りが早すぎる。あ、いた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 、つまない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 、あっつあっつあっつ、やばい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 。さあひとまずブレイズロットが8個集まったから、あとはエンダーパール集めるんだけど、ちょっとねもう少しゾンビ肉集めないとダメっぽい。つまないつまないつまない、1、2、3、つまない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 。さあちょっとねだいぶゾンビ肉集まったんだけど今んところかなり厳しい。あ、あった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 、あれ緑森あった、あそこにエンダーマンいるからちょっとエリトラで飛ぼう。よし、これならちょっとね体力を節約できる。さあちょっとねエンダーマンを絶対に刺激しないように倒していく。つまない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 、よしエンダーパール1個ゲッチュ。つまない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 、はい、じゃあねなんとかエンダーパールを16個集めることができたんだけど、ゾンビ肉がちょっともうなくなっちゃうから早く行きたいね。さあ元の世界に戻ってきたけど結構こっからが辛いんだよね。さあブレイズパウダー作ってエンダーアイを作ると。じゃあちょっと探していこう。あ、そっちね。テイテイテイ、やばいな、ちょっともうゾンビ肉1個しかないんだけど。テイテイテイセイ、ん、ん、あ、入ってた。え、てかさ、やばくない、なんか今回さ無人島みたいなとこにさエンド要塞あんだけど。よし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 、それじゃあね掘ってこ掘ってこ掘ってこ、ん、ん、え、なに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 、で、どこ、どっから、あ、そこ、え、ちょ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 っと待って、ちょっと待って、あ、ゾンビ肉2つ、そらそらららららい、びっくりした、まだゾンビ肉2つ手に入ったからいいや。あったトライトライトライ、さあちょっとねエンド要塞来たよ。できるだけ体力は消費しないように行こう。おっと、トライ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 、さあゾンビくんとクリーパーでできればトライ、よしよしよし、ゾンビにくげっちゅトライトライトライ、あ、あった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 わ、こっちね。よし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 、見つけた見つけた見つけたけど、ちょっと待って、なんか食らった今、なんか食らったよ今、スケルトン、ここまで、え、なんかめっちゃ来るんだけど、スケルトン、スケルトンめっちゃ来るじゃん。トライトライトライ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、よし来た、なんとかエンダードラゴンまで来たけど、ちょっとねゾンビ肉が1個しかないのがやばい。いやー、やっと来たけどちょゾンビ肉1個しかないのやばすぎる。こういう時のためのクロスボウ、あれクロスボウってさまっすぐ飛ぶ感じじゃないの、あれなんか思ったより制御難しいわ。スバライ、よし1個目、スバライ2つ目、3つ目、あ、ちょっとこれさ、いいこと思いついた。これさ、石をさ、結構高く積み上げて、で、これで弓矢で上から狙い撃ちして、上から撃って、で、このエリトラを使って上のこれ狙っていくと。よいしょ、いいね、いいよいいよ、この作戦いい。さあ、あそこのやつも破壊したい。よいしょ、あっ、てい、よし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 、とりあえず破壊した、あとはブロック積み上げて破壊するだけ。よし、ああ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 、一度死んだら二度と復活できない。あれ、ああ、なんだ夢か、ああ、よかったよかった、ちょっとねエンダードラゴンにやられたかと思ったわ。いや、危ない危ない危ない、変な夢を見たな。いや、そうだよね、僕がエンダードラゴンにやられるはずないからね。さあ、ネザライトクロスボウを使っていこうか。スマライスマライスマライ、さあ、エンダードラゴン来たから下に潜り込んでダメージを与えていくと。いいよいいよ、あ、やっぱね、ネザライトの剣は威力高いね。よしよしよし、いい感じにダメージ取れてる。たとえ吹っ飛ばされても僕にはエリトラあるからね、すぐ逃げられる。はいはい、こう飛ばされてもこういう風にね、すぐね、こう、はい、ロケット花火でね、なんとかなると。いやー、やっぱね余裕だわ。この間にちょっと空中で飯食べちゃうから、うまっ、いいねいいね、空中で飯食べるの最高。すまないすまない、さあまた下に潜り込んで攻撃をしていくと。ちょっと耐久値大丈夫か、まあ、耐久値大丈夫っしょ、吹っ飛ばしはそんなに威力ないから、まあ落下ダメージさえ気をつければ。まあでもね、僕エリトラついてるから、まあ、死ぬことはない。あ、待って待って、危ない、意外と危ない。さあゾンビ肉しっかり食べて、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
エンダーマンに殺される。ちょっと危ない危ない危なかった今。エンダーマンにやられるかと思った。さあちょっと一旦空中飛んで腐った肉を食べていくと。さあちょっとエンダードラゴンを狙っていこう。すまない、危ない、あっぶない、すま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 ない、あっちょっと痛いよ。ああ、いやこれちょっと簡単すぎたかな、簡単すぎたかもしんない。一度死んだら二度と復活できない。スライク、スライク、よーし、よーし、よし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 、一回も知らずにエンダードラゴンを倒すことができた。よーし、いやーやばいやばい、本当にね、よかったマジで、本当ね、クリアできてよかった。あーっあーっあーっ、いやこれちょっと簡単すぎたかな、簡単すぎたかもしんない。一度死んだら二度と復活できない。ああ。